どうも。今日ご紹介する商品は、ソレイキアンパンマンのゲームで遊ぼうアンパンマン2です。遊ぼうシリーズの第2弾が出ました。バンダイから出ている1回200円のガチャガチャです。全部で5種類あります。まずはラインナップをご紹介したいと思います。1番はアンパンマンのベルオンパチンコゲーム。レバーを弾いてボールを入れるパチンコになってます。2番目はそれのバイキンマンの顔になってます。3番目が SL マンの的当てピンボールゲームです。ボタンを押してボールを的に当てるゲームになってます。4番目はコキンちゃんで玉入れゲームです。ボタンを弾いてボールを穴に入れるゲームになってます。5番目はその玉入れゲームのドキンちゃんバージョンとなってます。ではまず実際の商品の2種類をご紹介したいと思います。まず1つ目がアンパンマンのゲームなので、アンパンマンを紹介したいと思います。こちらはアンパンマンの顔のベルオンパチンコゲームになります。こんな感じのアンパンマンの艶やかな顔を裏返しますと、こういうパチンコゲームになってます。ボールキーチェーンもついてます。でしたっけ、レバーを弾いてボールをボックスに入れてねとありますので、ボールをボックスに入れてみたいと思います。ここがレバーになってます。こういう動きができるようになってます。では、いきます。ちょっと早すぎて。もう一回やってみます。あ、入って落ちてきたという。今は外から出てきました。です。指先のチークにも役立つゲームになっているそうです。はい、では次にご紹介するのはこちらのコキンちゃんバージョンの玉入れゲームです。コキンちゃんらしく青色一色の結構ポップな感じのスタイルになってます。こちらもボールキーチェーンがついていて、このボタンを弾いてボールを穴に入れるというゲームです。ここにボールを設置して、穴というのはここだと思うんですが、弾いてみます。おっと、結構難しいです。ちょっと弾きすぎちゃう感じです。あ、入りました。はい、ということで今日はこのアンパンマンのゲームで遊ぼうを紹介しました。
これからもいろんな商品を紹介していきますので、ぜひとも番組登録をお願いします。アンパンマンのゲームで遊ぼうです。